いや、なんなら俺やってやってもいいですよ。暫定は興味ないですよ。もう失敗すんなよみたいな。こんにちは、ワキシンゴのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。さあさあさあ、今日は何やりますか。何やりますかじゃねえよ。お前何やりますか。今日は恒例のワキシンゴの、ボクシング週刊ボクシングワイドナショー。ワイドナショー。ボル4。ボル4。はい。もう終わったんかと思った。いやいや、これ4回目、4回目ずっと続くから、これ打ち切りって話聞いたんで。いやいやいや、打ち切りではない。まあ、あんまり人気ないけど。いや、あれですよ、もうあの再生回数俺、見てるけどどんどん減ってきてますからね。いや、もうそれはしょうがない。もう行くよ。じゃあ8月10日のニュースから。はい、うん、始めるの。はい、そう、いや、そうして、そうせんと、だからもう、うん、誰も聞いてねえからね。何何、辰吉寿一が9月11日、はい、ダイナミックグローブ参戦。おお、決まったんだ。というニュースが来てますね。対戦相手が、花形ジムの矢野ノリス選手。あ、花形ジムの矢野ノリス、俺知ってるよ。知ってる。うん、うん、うちの射程が、射程の山下健也、うん、やってる選手が昔やってるね。昔やってる。でもそれフライ級とかっすよ。そうなんです。そうです。だからフライ級、矢野選手っていうのはフライ級とかスーパーフライ級で、うん、まあ6勝して、今回初8回戦がランカー挑戦という、うん、2階級上げて、2階級上げてやる、2階級上げてやる。なんじゃそりゃ。もともとはフライ級とかでやったからね。へ、だからちょっと、まあ、成長期だからね。まあ、どういうこと。どういう意味。誰が成長。いやいや、矢野選手の話。成長期だから。そう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 、体大きくなったのかなって。大きくなってる可能性はあるね、まだ若い選手だからね。まだ小学6年生とか中2、中2、中2。それは体大きくなるもん。お前こんな感じでいくのかお前。いや、でもあれ、あの辰吉寿一選手はね、やっぱりあの、そうなんですよ、ね、お父さんがね、やっぱり僕は大尊敬してる。そうだから、ちょっとね、やっぱり守られてるマッチメイク感は否めないかなっていう。守ってなんぼでしょ。だけどね、だってお父さんがお父さんだもん。まあまあ、そうだね。そりゃ守るよ。そりゃジムとしては大事にいきたい。大事に世話で育てるよ。いいけど、まあまあどっかでね。でも守ってるって言っても、やっぱりその矢野選手でしたっけ、うんうん、もうやると思いますよ。あ、まあまあ、それなりにやっぱり倒せばやっぱ名前が上がるからね。そう、まあ自信があるから、うん、まあ、受けたっていうことだろうからね、うん、それはもう全然いいと思うけどね。ちょっと、まあでも、もうちょい骨のある、まあ、骨のあるったら失礼だけど、僕もほら、うん、あ、そう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 、だから僕もほら都合のいい時だけボクシングファン出してくるから。そうですよ。ファンからしたらやっぱりちょっと、もうちょっと骨のある、うん、名のある選手と、まあ、今コロナの時期だから、試合は全然組めたと思うんだけど、ね、いや、なんなら俺やってやってもいいですよ。まあ、あの、なんなんそれ。その滑った感じはなんなん。やってやってもいいですよ。まあ、正直僕もあれしたことはありますよ、はい、あれしたことある。わけくんとどうですかみたいな話はしたことあるけどね。あ、本当。そうそう、そしたらもうそれこそ9月のこの試合がもう決まっちゃってたっていう返事をいただいたっていうことはあるけどね。わけくんもだから試合決まるまですごい。なんでオファーしたの。やめてよ。相談なしにオファーしたの。相談なしにしたよ。俺断るからね、すぐ。そう、お前オファーして断るとごめん、俺恥かかすの。いや、だってお父さんはやっぱ俺大尊敬してるから。なんかもう動画じゃ、俺は決まった相手と誰とでもやるとか、なんかカッコつけてよ。俺はそれをもう、辰吉純喜に関してはそれをスルーしてたのに。俺はもう、いやいや、もう辰吉純喜に関してはやっぱりお父さんをやっぱ 見ちゃうから。俺はもう、あ、そうかそうか、できねえか。本当にやっぱ、ね、同郷だし、岡山のね、やっぱもう、まあまあそうだね。だから和気君としても話題のある相手とっていうのを探してた時に、少しちょっとどうかなっていう、あれはあったんだけどね。うん、まあでもね、まあ、東京でやるんですね。うん、東京でね、やっぱダイナミック大阪でしょ、自分はね。大阪提携ですね。うん、そうです。だからダイナミックグローブなんで、まあ提携系列っていうところで、あ、まあここでまた、はい、あのいい勝ち方をして、うん、まあさらにスタートして育っていこうという考えなのかもしれないですけどね。まあ同じちょっとスーパーバンタム級なので、ちょっと注目していかなきゃ、ね、はい、はい、あ、はい、では次のニュース、はい、井岡一翔、レベルの違いを見せる9月1日大田区総合体育館、あ、 WBO スーパーフライ級 V3 戦。防衛戦がね、9月1日に決まったね。そう、これ日本で9月1日もう1ヶ月切ってんじゃん。もう全然切ってますよ。もう2週間、3週間後には、3週間後ぐらいか、もう
まあまあ撮影の日から言うともう2週間です ね、 ね、そうだからまあまあね、同級2位で元 WBO IBF ミニマム級王者のフランシスコ・ロドリゲスジュニア。ああ、ロドリゲスだ、聞いたことあるね。ロドリゲスじゃないか、うん、あれ違うか。フランシスコ・ロドリゲス、高山選手と1回やってるミニマム級の時、ね、ロドリゲスって言ったら井上尚弥選手とやったロドリゲスを思い出したけど、 あれもロドリゲスかな、全然違う、全然違う、階級違うよね適当やなお前そう、まあでもこれちょっと気になるのはまあ今コロナがすごいじゃないですか、はいはい、その中で9月1日大田区総合体育館でお客さん入れてやれるのかっていう、まあのが一つと、あとはやっぱりドーピング検査ですね。前回ドーピングでいろいろあった中でのこの世界戦じゃないですか。確かにもうやらないんじゃないですか、ドーピング検査をやらない逆にもうごたごたがあったからもうやめようって話、もうやめようっていうなんないかやると思いますやるかがっつりやると思います。そうですね、お金かけてね今回はだからねえ、なんかそういうところもまあこれ、まあ、大丈夫だと思うんだけどね。まああとは有観客なのか無観客なのかっていうの話もありますね。もう試合自体は、うん、まあまあでも海外から呼ぶから2週間隔離とかだったらもう今来てもいいぐらいじゃないですか。うん、そうだね。だからその辺どうなってるのかね。でそういうニュースとか出てないですよね、うん、今の現時点では、うん、出てない出てない。だからよく外国人を今この状況で呼べたなっていう。でもそれは世界戦だから OK なんでしょ。あ、世界戦はいいのか。だから俺がそのラムダル呼ぶってなった時はダメだったんでしょ。世界戦じゃないとダメみたいな。まあ基本的にはダメだよね、うん、そう世界戦ならいいのかもしれないですけどね。まあまあそんな記事、まあもう公開謝罪とかやめてほしいですね。いやこれでまたもうもう JBC がミスったらもうないことを祈る。ひたすらもう俺は試合よりそっちを祈るもう失敗すんなよみたいな。もう大丈夫だと思うよ、もう頼むよみたいな。だからまかり間違って何か出た時だよね。あ、何も出ないと思うけど、出た時にこれは JBC はまあまあ会議をしなあかんと思うよ。そうですね、そう、まあ出ないでしょ、大丈夫だと思いますまあそんなニュースも出ております、はい、というところで、はい、はい、続いて8月11日の記事ですね、はい、残念、スペンスが網膜裂孔でビッグマッチ消滅。パッキャオ、パッキャオ、パッキャオはウガスと対戦する。これすごいですよね、もう急に相手決まるんですね。そうだね、でも10日後ですよ、今月21日に行われるっていうので、これがあるんですよね、うん、だからみんな試合決まってない選手も、うん、もういつでも呼ばれるっていう準備スタンバイしなきゃいけないっていうのがあるんですよ、アメリカって。いや無理だろうこれ、ウガス選手って一応 WBA スーパー王座ですからね、うん、ウガス選手も強いですよね。すごいね。いやでも網膜裂孔ってちょっとあれですね、そう、これちょっと時間かかると思いますね、うんうん、これ本当にビッグマッチだったんだけど、これはまあ残念としか言いようがないね。そうです ね、まあそれとですね、はい、なんと同じ日にね、はい、入ってきたニュースで、あ、同じ日、同じ日に入ってきたニュースで、小川健一の8月20日世界戦は延期。延期？え、これあれじゃない、ドバイでやるやつでしょ。そう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 、あ、延期なの。延期よ。え、何が起きたんすか。いや、対戦相手のラヒモフ負傷で10月開催が有力ということで、怪我をしちゃったっていうことですね。うわ、そうなんだ。これってね、どうなんすかね、これ日本の場合なんかあるじゃないですか。何が、罰金というか。でも延期はないでしょ。あ、延期の場合は大丈夫なのか。じゃあ多分あ、そうか、知らんけど。そうだね。いや俺それよりドバイでやるっていうのに注目してたんですよ。なんで俺今ドバイが暑いから。もう知らんわ行ったことあんの。いや、ないけど今俺の中で一番ドバイが来てんの。そうそうそう、俺の身近な人たちはドバイ結構行ってる人多いから。あ、そうなんだ。いや、ああ友達ね、知り合いのね、そう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 、いるでしょ、いる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 、俺の知り合いもドバイに引っ越し。あんま大きくできんじゃない。大きくできる、そう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 、あんたのスポンサーしてくれていくやん。そう、そう、まあまあこういうちょっとね、ビッグマッチがまあちょっと残念な怪我とかでね
ちょっと伸ばしたり中止になったりっていう、まあ、でも、ね、延期だからまだしかも1ヶ月後ぐらいなんだ。そうだね、そうだ、あ、10月ですからね。はい、2ヶ月ね。お、8月試合だからなんかね、怪我をして1週間の練習中止を言い渡されたから、1週間の中止でちょっと仕上げるのが難しいということで延期っていう。なるほどなるほどね。はい、じゃあこれ今日は最後のニュースですね。8月13日金曜日、はい、アメリカコミッション協会が WBA に抗議、王者乱立の改革求め強硬姿勢。まあこれどう、ね、分かる？いやだからアメリカのコミッションがで日本でいう JBC でしょ、 JBC がねがもう世界の団体の WBA に対して、少年団体の WBA に対して、そもそもだからまあ、うん、WBA っていう世界の団体自体が、まあ、世界チャンピオンを同階一階級にいっぱい作ってるっていう、そう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 、スーパーレギュラーゴールド暫定と4つあるわけですよ。ありえないですよね。いや、なんかもう一つなかったっけ。休養じゃない、休養とかもすぐ作っちゃうけど、そうですね、そうですね、あなたにとってはこれ死活問題ですよ。いや、とにかく世界チャンピオンになろうという、いや本当っすよ、もう何でもいいから、何でもいいからなりたかったよね。何でもいいから世界チャンピオンになれたら勝っちゃう。そうそうそう、だからさ、俺もさ、ボクシングファンだった時はさ、はいはい、WBA ダメだなみたいな、なんかちょっと分かったやつみたいな感じで言ってたのよ。今は減らさないでくれって思うね。正直ちょっとでもチャンスがね、世界、そう世界タイトルって言えるチャンスがね、世界あればチャンス、やっぱりもうシルバーでもブロンズでも何でもいいから。いや、シルバーとブロンズはないです。ないか、シルバー王座ってのは別であるかもしれないけど、うん、インターナショナルとかとともに別でね。いやでもその世界、そうだね、 WBA 世界スーパーバンタム級ブロンズ王座、王座決定戦。お前ブロンズいいかもな。わけでちょうどな。いやこれがだから本当に、あ、でもアメリカが言ってるんですね。そうそう、強硬に言ってるわけよ。でもしこれを、はい、まあ要はタイトルを一つにしてくれと、はい、しないとこれはもう結構脅しみたいに言ってるわけよ。WBA タイトルは積極的に承認したくない、もうこれからしませんよと。で、WBA が任命するオフィシャル陣は受け入れません。書いてください。そう、アメリカ強気っす。強気です。あと WBA タイトルのスーパーバイザーが試合をコントロールすることを許さない。どういうこと？もう試合自体にスーパーバイザーってまあまあいろいろコーディネートする人いるじゃないですか。マッチメイクとか、場所を決めたりとか、はいはい、ね、ファイトマネーを決めたりとかいろいろあると思うんですけど、うん、コントロールすることを許さない。もう WBA 自体はもうアメリカから出しますよと、はあ、いうぐらいの厳しい措置を、各州のおよびカナダのコミッションに呼びかけた。でこれでみんなが賛同しちゃうと WBA やばいわけ。もうタイトルマッチはアメリカできなくなっちゃう。まあそうですね、だからアメリカ以外の日本とかだったらできるけど。そうだから今度、今度いうかもう終わっちゃいましたけど、はい、カシメロとリゴンドー戦のアンダーに入ってた、うん、暫定王座決定戦っていうのがあったんですよ、スーパーバンタム級の。でこれはスーパーバンタム、そう、これが挑戦者決定戦から、あーなるほど、そう、暫定戦をまず挑戦者決定戦というふうに変えていくみたいな。だから WBA ももうこれはやばいと、はいはいはい、いう感じでもうどん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  WBA は一応こう、なるほど、減らしてなくなっていくと。だからリゴンドーもリングに上がった時点で剥奪されて、それで剥奪だったんで、そう、それもその一環の一つだって言われてる。なるほど、そうすごいね。でもそうだから王座は WBA としては王座は井上尚弥一人だけだと、いう意思表示をしないとまずいわけ。はいはいはい。だからリゴンドーは正規王座かな、うん、ゴールド王座なんかになってたけど、もう上がった時点で剥奪っていうことで。でもそれってちょっと、その正規王座だったリゴンドーはそれはちょっとかわいそうですね。もうリゴンドーはね、まあでも試合内容があれだからいいんじゃない。いやだからリゴンドーじゃなくてもいやリゴンドーじゃなくても正規王座だった世界チャンピオンとかはみんな普通のランキング選手に繰り下がるわけでしょ。繰り下がっていくってことはちょっとかわいそうですよね。俺正規王者だったのに。いやでもまあ元々はそうだからね。まあね、そうだけど、あんたみたいな腰いのがブロンズ王座を狙ってますみたいな世界だから。もう俺はブロンズしか狙ってないですよ。でもぶっちゃけ暫定でもね、はい、何でもよかったよね。いやよくねえわ。取りたかったよ ね、 取りたくね、世界戦を取りたいでしょ。いやいや、俺は暫定…ここに来てお前カッコつけんなよ。いや、俺はもう悪いけど、暫定は興味ないです。興味ないですか。休養だけです。
休養王座、休養王座しか狙ってないですね。パク・シンコ WBA スーパーバンタム級休養王座。いやでも俺はそんなあの例えば休養座でも暫定王でも何でも世界チャンピオンになったとしても、あんまり俺は世界チャンピオンって語りたくないですね。正規でやっぱ世界チャンピオンになんなきゃ世界王座の世界チャンピオンとは語れないと俺は思ってるんで、だから言っとけばいいのよ。なんで休養王座でも欲しいって言っとけばいいのよ。いや俺はブロンズしか狙ってない。ブロンズはねえ。作るんだって俺はWBA が作ってくれるからブロンズ王座。あんたのためにそうだね。だからちょっとこれしとかんと、ね、それを頼む。そう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 、わかりました。で日本は言わないのかな、コミッションは。あそうですね、うん、でもアメリカがこういう動きをしだしたから日本ももしかしたら感化されてちょっと追随してね、なんかねっていう。日本ってすぐ流されやすいじゃん、うん。まあ、流されやすいというか、日本はやっぱりそういうところはすごい慎重なんですよ。慎重というか、いや、もうなんかやっぱアメリカ様にこうするから、いやあのタイトルを増やすとか団体を増やすとかっていうのはものすごい慎重姿勢だったから、うん、もしかしたら日本もあのこういう WBA のあれには乗っかってね、うんうん、あの減らしてくれって言うかもしれないね、うんうん、そしたら困っちゃうね。どっちだろう。いやいや、言ったら言ったら困るなと思いながら、ね、かっこつけていろいろ言ったらボロが出んねんから言うなよ。もう暫定はダセーとかなんか言うといて暫定なくなると困るな。困るやろ。困るな。ブロンズお願いするじゃん。ブロンズまあまあそんな感じで、これからちょっと世界の WBA の、いやでもちょっとこの今後はその行方が気になりますね。そうそう、これがちゃんとなってくると WBA という団体の価値もまた上がってはくるとは思うんだけどね。だから取った、あのもし和気君がね WBA をバーン取った時に、そうすよ、今だとねチャンピオン4人も5人もいいんだからって言われるけど、いらんでしょ。いらん、まあ、よくわからん終わり方ですけど、ここで終わりましょう。終わり、もうニュース終わり。ニュース終わり。今日はニュース終わりです、これで。これグダグダやったな。ボル4、ボル5があるか、あるかどうかは。やるよ、ボル5。この視聴率にかかってくるね。そうだね。はい、はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日も、ナイスリーゼント。